どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデルを使いまして、いろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽を始めましょう。さあ今回のテーマソングはいよいよ春がやってきますよ。皆さんそんな時に歌いたくなる曲こちらです。ドン、ケツメイシの桜、キュルリラキュルリア。もうね、もうこれ珠玉のメロディーがもうたっぷり詰まった名曲でございます。これね、ラップなんでそこがちょっと難しいと思うんですけど、サビとかそのメロディアスなところはもうたまらない。ちょっとこれでもね、リズムの勉強にもすごくなると思いますんで、ぜひこれゆっくりとじっくり取り組んでやってみてください。もちろんこの有名曲ですからガズレレ YouTube チャンネルで過去に1回取り上げています。2018年なんでね、もう今からも4年か5年ぐらい前ですね。その時の動画を今見てみるとちょっとやっぱね不親切なんで、今回2022年バージョンね、さらにわかりやすく、さらにかっこよく、さらに簡単になって、やってみようと思います。皆さん今回のバージョンはなんとですね、フルコーラス全部やります。というかですね、もうショートカットで、ね、もうしようがないんですよね。なんで5分ぐらいの簡単バージョンもかっこいいバージョンもそれぞれ5分ぐらいのフルコーラスでやっておりますんで、ちょっと取り組んでみてください。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョンをゆっくりやりますけれども、ラップのところはちょっと練習が必要ですよ。でもね、パズルをはめていくみたいにやっていくと面白いんで、ぜひ取り組んでみてください。後半はかっこいいバージョン、かっこいいバージョンはリズムが加わります。今回はですね、8ビートのチャというリズムにしました。2018年にやった時は16ビートにしたんですけど、ちょっと悩みに悩んで、ちょっとそのこともちょっと解説していきますね。2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽を始めましょう。音楽って聞くのもいいですけど、やる方がもっと最高。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで音楽やりたいなと思ってたんだけどチャンスがなかったんですという方とか、楽器に挑戦したことあるんですけど難しくてやめちゃいましたみたいな方が、あっという間にこのちっちゃいウクレレ弾いて歌う弾き語りができるよというレッスン動画をもうね、もりもり公開中でございます。はい、このね、すぐに音楽ができるガズレレのプログラムがあるんですよ。このプログラムを見てるだけでどんどん音楽ができるようになります。もうちょっとしたらこのプログラムのリンク、ここにリンク貼り付けようと思うんですけど、そこのプログラムにこの後ジャンプしてもらって、上から順番に YouTube 動画を見ていただくだけで、本当にあっという間にどんな方でもできるようになりますからね。はい、じゃあこのプログラムのリンクここに貼りますよ。いってらっしゃい、ここからです。クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲が、このちっちゃいウクレレ1本でめちゃ簡単に弾けるようにしているレッスン動画と課題曲、すでに1800曲をもう優に超えております。皆さんの好きな曲も必ずあると思います。曲名スペースガズレレというように YouTube の検索に入れていただくと皆さんの好きな曲出てくると思いますよ。それではやってまいりましょう。ケツメイシの桜、ガズレレ流シンプル簡単バージョンの方からやってみます。1, 2, 3, 4 桜舞い散る中に忘れた記憶と君の声が戻ってくる。気やまない春の風、探すため君話したて、いつしか別れ交わしたね。
ガズレレレシンプル簡単バージョンフルコーラスでやってみました。一応全部やっているんでございますけれどもですね、どうですか、あのメロディーはもうすごいでしょ、あの歌い出しのメロディーとかヒュルリーラーというメロディーとか花びらマイチールとかもうね、あの辺のメロディーがもうキュッとくるんですよね。そこに来てあのラップです。ラップはちょっとですね、ほんとパズルゲームみたいに言葉一つ一つにこうリズム持たせて、リズムにこうカチカチはめていく感じで、リズム練習としてはすごくいいと思うんで、ちょっとこのことも後で解説しようと思いますけど、取り組んでみてください。フルコーラスですからじっくり行きましょう。ひとまずはね、今のガズレレシンプル簡単バージョンの動画に合わせて練習スタートいただいて、スタートしていただいて、歌詞とコードが出てますからね、合わせていただいてですね、1個目のゴール設定としては、簡単バージョンのガズと一緒にできるようになったら、もう1個目のゴール達成だと思うんです。できるようになった方おめでとうございます。ここまででもなかなかハイレベルだと思いますけどね。はい、できるようになった方はね、次のステップに行きましょう。次のステップは何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人だけで歌ってラップして、リズムを生み出して音楽を生み出す。これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初からこの歌詞とコード全部覚えるのはもうなかなか難しいでしょう、これ。だから最初のうちはね、楽譜的なものを見て、だんだんそれを何回も何回もやって、いずれは自分の中で覚えちゃって、大空に向かって桜の木の下でこう歌っていく。こういうのがいいと思うんですけど、まずは楽譜練習行きましょう。でも楽譜ってどこにあるのということだと思うんですけど、安心してください。今のですね、ケツメイシの桜なんですけど、ガズさんはですね、このノートにいつも書いてある手書きの楽譜なんですけど、今日ちょっと悶絶ですよ。見てください。じゃん。はい。作文みたいに歌詞ばっかりなんです。どういうことかというと、見て。このコード進行をずーっと繰り返してるんですよね。なんでずーっとこれです。F、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 G7、G7、Em7 の Em。これずーっと繰り返してもずーっと突き進むんですよ。なので、もう今日こんな感じです。途中で、一箇所だけブリッジパートでコード進行変わるんで、そこだけはこんな風に書いてるんですけど、はい。これをですね、皆さんに後でね、このね、画面に映してみんなもこんな風に書いてみたらいいじゃんってシェアしようと思うんですけど、今めちゃ便利なサービス始まってます。これです。ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げた、ケツメイシの桜
を含むガズが今まで取りためてきた膨大な数のノート楽譜のストックがあるんですよ。この中から皆さん毎月5曲、この曲やってみたいな、いいな、この曲で選んでいただいて、お手元にね、即座にダウンロードできます。この楽譜って全部ガズレレ YouTube 動画に紐づいてますからね、すぐに練習に入っていきますよという画期的なサービスでございます。そしてこのガズクラブはですね、楽譜のダウンロード以外にも、毎月2回、全世界中の方が参加してくださってくれる、ものすごい盛り上がるオンライン大セッションイベント、毎月2回ですよ、オンラインクラブメンバー限定で開催していたりですね、皆さんの演奏動画アップロードできる場所があったりとか、なんかそのガズクラブだけのいろいろイベントが、限定イベントがあったりとか、とにかくここは一個の村みたいな感じで、音楽をいろんな形で楽しもう、いろんな老若男女集まって音楽をガズレレで楽しもうみたいな、そういうことになってます。これ楽譜のダウンロード以外にも一個のね、こう村作りとして動いてますね。はい、これ概要欄にね詳細貼っておくんでチェックしてください。それとはちょっと別なんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。このガズレレ大学はもう読んで字のごとく大学ですので、ちょっと難しいリズムのお勉強とか、このフレーズここがちょっと難しいとか、8ビートのこの16ビートのこの指使いだとか、ここのフレーズのこの指とかコードとか、そういうことをね、毎週2回のライブ配信でチャットでやり取りしながらリアルタイムで、講義を行っていくという YouTube メンバーシッププログラムという、YouTube のサービスを使っているコミュニティがあります。これもね、なかなかこれはね、面白いですよ。こっちの方もね、概要欄に入って、貼っておきます。あとはね、他にもいろいろやってるんですけど、毎朝7時半からラジオ放送をやってます。スタンド FM というね、アプリの中で、ガズラジというラジオ放送をやってます。これめちゃくちゃいい話してますから、ぜひ皆さんこれ、無料でね、いつでもどこでも聞けて、アーカイブも残ってますんで、ぜひガズラジもですね、チェックお願いします。こっちも概要欄に貼っておきます。それでは、楽譜を見ていきましょう。桜のちょっと楽譜なんですけど、これさっきも言ったんですけど、ちょっと見てもらうと、あ、2022年改訂版ですね、桜結明詩ですけど、ずっとループの繰り返しなんです。この FG7Em-Am ずーっとこれなんですよ。もうここからずーっと繰り返し、そしてですね、この歌詞ラップでしょ、ここ1番って書いてあるんですけど、ここはですね、いつものね、こんな風な書き方にはとてもじゃないけど歌詞が書ききれないんですよ。なんだけどコード進行を覚えちゃったらもうこれでできますからね。このノートを見ていくと、これを確認しながらこの歌詞を歌っていくとですね、ハマりますから、ちょっとトレーニングが必要で、もしね、心配な方はこういうところに歌詞を書いていくといいと思いますね。はい、そうすると分かりやすいかも。まあなんで今日のガズレレの楽譜としてもほとんどこれ作文みたいな感じになってるんですけどね、刺繍みたいになってますけど、でこれでもねちょっとポイントがあって、見てこの上にある点とか V、 ここがリズムですからね。桜舞い散る中にまた抱き置くと、君の声が戻ってくる、だってこんな感じでこの点でリズムを測るのがキーポイントになっております。はい、これちょっとね、これから今こうやって落ちていこうと思うんですけど、ガズクラブでこの楽譜そのものをダウンロードしてもらうのもおすすめですよ。はい、そっちを見てもらうと、これ全部ね、この早く言うところとか、この点も全部書き入れてあるし、ここら辺もね、ここほら、ハーナーでイラーマイチール、ここもまあ2番のサビの2っていう風にしてますけど、かける2だったりとかして繰り返すんですけど、はい、そしてこっち見てもらう、このブリッジパートのところだけは、ここブリッジパート、ここだけはちょっとコード進行変わるんで、こんな風にブロックで書いていますけれども、はい、こんな感じになってるんですね。でここは2番のラップのところです、ここ2番の。はい、なんでガズクラブでこの楽譜をダウンロードしてもらうのもすごくおすすめですけど、ひとまずはこれ写しておきますね。もうほとんどこれ歌詞だけですけれども、はい、じゃあ、はい、ここまずサビと、これ繰り返しのコード、まずこれが今日重要になるからね、ほとんどこれクリックコードだから、はい、あとは歌詞ですね。でこのちょっとまずサビをこうやって写しておきますね。この点がポイントだからね。でこの後ヒュルーリーラー、ヒュルーリーラーかける妖怪ですね、こんな感じでございます。はい、でこっから1番のラップ、これが早口言葉、はい、だけどさっきも言ったけれども、この点ですね、ここ行ってみようか。せーの、さん、桜散り出す、思い出す意味なく、ともり出す、あの頃、また、また、気になるか。そう、気になる。こんな感じで、この白のところにこれがあるからね。これが分かると結構面白い。リズムをカチカチ当てはめるように、レゴブロックを組み立てるように言葉をこう入れていく。これがキーポイントです。で、これくるっと囲ってると早く言うよとか、ちょっとメッセージが入っていたりとかもします。はい。これはちょっとパズルゲーム、みたいな感じで、最初はゲーム的に楽しんでもらって、いずれね、覚えちゃうと思うんですよね。覚えちゃうとっても、やっぱ歌詞の内容まで覚えるのはちょっとあれですけど、見ながらだったらね、面白くできると思います。ガズもさすがにこれを見ながらじゃないとちょっとね、この速さ追いつけませんでした。はい。こんな風にやってます。で、ここ。ね、花びらまいち、ここがまたいいメロディーなんですよ。
記憶前も、これ花びらが舞ってるところでね、記憶が蘇るんでね、香りとかね。はい。そして、これが終わったら今度2番に突入です。はい。2番もバッチバチのラップですよ。同じですね。はい。ここも頭から今度入るんですね。気づけばまたこの季節で、君との思い出に誘う。この思い出のとこ早口だからね。こんな風になってます。気づけばまたこの季節で、うん。君との思い出に誘われ。はい。この点でリズムを読み込む。これはなかなか深いですよ。皆さんちょっとチャレンジしてみてね。はい。ここもやって。で、ここ見てもらうと、これで言ったら、ここ、伸ばして、サビ1に行きます。はい。2番が終わったら、サビ1に戻ります。サビ1っていうのはここよ。桜舞い散る中に、ここですね。で、ここまたヒュルリリア、ヒュルリリアをやったら、今度はブリッジパートにジャンプします。ブリッジパートっていうのはさっきのここ。ここだけコード進行変わります。はい、Dマイナーとか出てくるやつですね。で、ここ伸ばしてやって、で、ここでコードがちょっと展開してきて、ここ、最後、ここはリズムを戻して、で、ここで伸ばし、Dリズムで伸ばして、はい、ここ見てください。サビ1やって、サビ2で終わるんですね。この後、ブリッジやったらサビ1だから、またここ、桜舞い散る中にで、ここの、あの、メインのサビをやって、フルリヘルリレをやったら、今度、サビ2です。花びら舞い散る。ここが最後に来るわけです。エンディング。そして最後に1回、花びら舞い散るで終わったというのが、まあ、一応フルコーラスアレンジ、ガズレレアレンジバージョンでございました。なかなか今日はこのラップのところ、1番と2番のここがね、やばいことになってると思いますけど、この歌のメロディーのところはすごく気持ちがいいんでね、あの、コード進行も簡単だし、気持ちよくできると思います。桜舞い散る中にとかね、あの辺のところはね、はい。出てくるコードを見ていきましょう。今日はね、コード結局8個ですね。ほとんどこの4つですけど、ブリッジパートでこの辺がちょっと出てくるってことなんですけど、ちょっと見ていきましょう。Am、Fg7、Em7。これがほとんどメイン。メインっていうのはさっきも言ったけど、ほとんどこれを繰り返してるだけだからです。はい。で、ブリッジパート。このブリッジパートの3行だけでこれが登場します。Dm と D7 と C と E7 ですね。はい。どっちにしてもでもこれ安心のガズレレな入門コードなんですよ。この8個のコードはガズレレでおなじみの、これ、ガズレレ必須コードです。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、ウクレレで音楽始めたいなと思った方に、一番最初に覚えてもらいたい入門コード10個のグループです。10個もあるのかと思うかもしれないんですけど、1個ずつ見たら入門コードだからめちゃ簡単。だけど10個一品に覚えようと思うと頭ごちゃごちゃになっちゃうんで、私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、ものすごくいい動画撮ってます。ここにそのリンク貼っとくんで、ちょっとこれ必見ですよ。今日10個のうちのその8個が登場するんで、遅かれ早かれ覚えちゃいましょう。これ、コードを抑えるのはね、結局簡単だと思うんですよ。この曲はですね、もうズバリ演奏はそんな難しいことはないですね。決めも全くない。伸ばすっていうのがたまに出てくるだけですから。なので、演奏は大丈夫だと思う。ただし、やっぱり、歌と、ラップ。これはね、もう、要はね、これね、本当何回も言いますけど、言葉のね、これピースにこう当てはめていくっていうか、一個の言葉ずれただけでも、ずれちゃうんでね。これはなかなか面白みはありますよ。ただしね、最初見ると、これはとても自分にはできないと思うかもしれないんですけど、一行一行やっていくとなかなか面白くて、結構ね、もう夢中になっちゃうタイプですから、ちょっとじっくりね、いや、一番だけでもいいから、ラップとかもチャレンジしてみるといいと思います。でもこのサビのね、桜舞い散る中に、ヒュルリラ、ヒュルリラとか、花びら舞い散るとか、すっごいいいメロディーだし、途中のブリッジパートの、嘘と僕のか、あの辺のメロディーとかってもう結名詞ってもうほんとすごいですよね。この辺も気持ちよくミックスしてもらって楽しんで、歌をやっぱりね、楽しんでもらうのがいいかなと思います。はい。そんなことちょっと踏まえながらもう、ここからかっこいいバージョンの解説に入っていこうと思います。かっこいいバージョンはですね、出てくるコード進行とかも全く一緒なんですよ。リズムが唯一違います。今日出てくるリズムはこちらでいこうと思います。ドン。8ビートのチャでいこうと思いますが、これ実はですね、2018年にやった時のバージョンは、16ビートのチャだったんですよね。これね、どっちもね、いいんですよ。ちなみに16ビートのチャでやってみると、桜舞い散る中に忘れた記憶と、もうちょっと生き生きした感じになるような気がするんですけど、これはね、もともとケツメイシスさんのその音源を聞くと、ドン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 、こう渋打ちでやってる感じなんで、どっちにしてもウクレレではね、ちょっと表現しづらいなっていうところがあるんですけど、一応16ビートの、ニュアンスもあるし、ドン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 なんで、一応4つっぽい感じの印象もすごくつけたいんで、今回はあえてですね、皆さんの8ビートの方が逆に歌には集中できるかなと思って、8ビートのバージョン、8ビートのチャのバージョンで、やってみました。
これ結構ね素敵でしたね。ちょっとなんか16ビートだと忙しくガチャガチャ感出ちゃうと思ったんで、8ビートの方がちょっとこの桜の花びらがこう落ち着いてこう舞ってくるようなイメージになると思います。はい、この8ビートのチャの弾き方、ここにリンク貼ってみましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガゼレレホームページで、それぞれじゃ今日1個しかねえから、はい、濃厚解説動画がそれにアップロードしてあります、ね、じっくり動画を見て、やってみてください。一応おさらいですけど C を押さえてドンチャッとリズムキープが、難しいというか、言葉がいっぱい詰まってラップとかやるともう焦っちゃってどんどんテンポが速くなるんですよ。これ人間って不思議なもんでですね、難しいことやるとゆっくりやりゃいいじゃないですか。だけど難しいことやると焦って速くなっちゃうっていうね、そう性質がありますから、エンジンブレーキかけながら体ゆったりリズムを感じながら、この8ビートのチャのこのチャを感じながらビートを生み出し続けて、言葉のビート、言葉でもねリズムを刻むんですよ、特にラップのところは。はい、そんなのがすごくね、このチャとラップのところというか、こうシンクロしてるのがすごい大事になるんですからね。ちょっとやってみると、桜散り出す思い出す意味な、思い出すあの頃また気になる、この8ビートのチャと言葉のサイクル、カチャカチャとかっちり合うところがかっちょよくもあり難しいところで、深いところですけど、ここがまた楽しくてハマっちゃうところなんでね、ちょっとじっくりリズムの面白さもちょっと味わえるかなというふうに思います。はい、で今日はですね、もう解説これで終わり。さっきも言ったけど、ずーっと8ビートのチャカ伸ばすか、もうこれだけなんですよ。決めも何にもなく淡々とこうリズムを紡いでいく、このなんかケツメイシみたいな音楽って結構ループで、ループっていうのは同じコード進行ぐるぐる回す繰り返しの中でどれだけできるかっていう、そういうねブラックミュージックとかレゲエとかのこうルーツの音楽なんて、やっぱ基本的にそう決めっていうのはあまりなくてですね、この淡々とこの紡がれるリズムの中での音楽表現っていうのがかっこいいかなというふうに思います。それをちょっとね、再現しておるということで、淡々とこのリズムキープするの、これがまた難しいんですけど面白い、ぜひチャレンジしてみてください。そういうわけでですね、やっぱこれはちょっとラップのところはね相当こう修行が必要だと思うんですけど、リズムゲームと思ってちょっと最初取り組んでもらうといいぞということで、さあやっていきましょう。ケツメイシの、あとやっぱこれ忘れちゃいけません、皆さんちょっと今言い忘れそうになっちゃった、歌詞の内容とこの桜の雰囲気、世界観、今ちなみに今演奏してる時にガズのねお家から桜が見えるんですよ、近所の山に生えてる山桜みたいなの、それをこうちょっとこうたまに見ながらね、やっぱそのフィーリング、気持ち、感情、春を思って歌う、これが肝心になると思いますよ。はい、行きましょう。ケツメイシの桜ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、スリー。桜の下で響いた君の声、今はもう桜舞い散る中
ら毎日中に忘れた記憶と君の声が戻ってくる消えまない夜も風あの頃のまま君に風に舞う髪かき分けた時の淡い香り戻ってくる二人約束したあの頃のまま花びら舞い散る、yeah! せーの、ケツメイシの桜ガズレレ流かっこいいバージョンフルコーラスでお届けしました。いやー、美しいサビのメロディーとこのラップのねこの対比、いやー、これはですねもう夢中になっちゃうと思いますよ皆さん。これ練習始めたらですねもう時がねもうあっという間に流れるぐらいでこう集中できるね、すごいいいコンテンツだと思います。皆さんこの歌はね気持ちよく歌えるんだったら素晴らしいと思います。練習スタート。さあ皆さんお知らせです、今使っていたこのガズのわがままウクレレを含む、Gラボとガズレレのウクレレたち、ただいま、販売と予約が、スタートしております。今映ってる初めてウクレレ、わがままウクレレ、薄レレ、こちらの種類はですね即発送になっておりますよ。はい。そして今日使っていたこの、ガズモデルとかヴィンテージシリーズとかセミオーダーモデルはですね予約注文になっておりますけど、こちらもねもう比較的も相当早いタイミングで皆様の手にお届けできると思います。こっちは予約なんですけど、はい、この辺に関すること、ここにちょっとね、リンク貼っときます。ウクレレのことはここでね全て分かるようになってます。いろんなラインアップがあるんで、ひとまずここでいろんなものを見てみてください。このガズレシピ、皆さんのスマホに入ってますか？これね、どんどん進化してるんですけど、これアプリなんですよ、ガズレレの。楽譜が見られるアプリなんですけど、この中でね、楽譜がね、いろんな楽譜が見られることになってるんですけど、一曲からでも、ワンブロックごとの、まあ、本みたいにセットで買うとすごい割安になったりします。で、今回この度ね、また40曲の新たなブロック、ボリューム7が追加になっております。ちょっとアプリもぜひ見てみてください。これめちゃくちゃわかりやすい、アプリになってまして、楽譜がですね、簡単版とかっこいいバージョンの2バージョン記載されていたり、メトロノーム機能だとか自動スクロール機能がついていたりとか、もう本当に新世代ですから、皆さんのスマホタブレットでめちゃくちゃ見やすい仕様になっております。そしてこの、アプリで使用している楽譜がなんと本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これはガズレレが出版している本でございまして、さこの後紹介するリットミュージックの本とはちょっと違うやつで、こっちはかっこいいバージョンのね、さっきも言ったけどあのガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンの両方の表記があるっていうところがちょっと特徴的でございます。これはですねもう大絶賛 Amazon でご購入いただけるような状態になってますので、ちょっと Amazon 内でガズレシピと検索してみてください。そしてガズレレではですね、日本の最大の楽譜出版会社リットミュージック社さんよりこういうね楽譜、簡単楽譜の、出版をしております。今4冊出てるんですけど、これがものすごいベストセラーになってまして、ありがとうございます。この4冊で累計16万部を超える、すごくヒット商品になってるんですけど、やっぱり、ね、簡単でとにかく分かりやすいっていうのが特徴です。この本はですねもう大型書店さんとか楽器店さん、もちろんインターネット書店さん、 Amazon とか楽天ブックスさんとかも置いてあります。これは本当におすすめですね。初心者さんはまずはこれを、ゲットして練習していただくのがいいと思います。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイトだったり、これについてる水引きなんですけど、これ私の両親が水引き歴も50年以上と大ベテランが作って手作りものだとか、まあいろいろそういうこともあったりとか、まあまあこのガズレレのホームページ見ていただくと大体のことわかると思うんですけど、とにかくいろんなことやっております。このウクレレもね毎月後半にね予約注文とか受け付けて、またそれもね YouTube でもアナウンスしてますけど、とにかく山盛りガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけどやる方がもっと最高、ガズレレ YouTube チャンネルと、最近ではね鍵盤楽器ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうね、ガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめっちゃ面白いんで、これもねガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さんさよなら。